たーく、これはえげつないわ。やっぱりいた、ほら、よいしょ、よーし、来た。ちょっと違うぞこれ。こんにちは、大和フィールドテスター岡崎隆です。今日はですね、熊本県の球磨川大和鮎の聖地に来ています。そして今回ですね、この川で使う竿は、銀鋭エア MT の、旧姓抜き XH90 と同じく MT 大和鮎95ですね。今回のこのエア MT ですけども、ジョイントの部分が、V ジョイントアルファになりまして、今までのものよりも、曲がりがスムーズになっています。ですからね、大きな鮎をきれいに竿が曲げてくれて、で止める溜め性能が非常に上がっています。そしてさらにですね、元髪を上げることによって、その竿全体的なダワつき感をなくして、さらに操作性ですね、元髪を上げることによって、ね、若干こう先調子感覚でこう、おとりを操作することができますので、操作はしやすい、そして溜めが効くと。でこの竿を使いまして、ね、今回この球磨川で大和鮎とちょっと遊んでみたいと思います。はい、今日はですね、竿が銀鋭エア MT 旧姓 XH の90っていうことと、あと結構ね、尺が出てるようなので仕掛けちょっと、太めに張ります。ですね、天井糸がこれはプロの3号ですね、に水中糸はメタコンポディラの04を貼ってます。そして鼻管周りもやはりフロロの3号で、鼻管はですね、快適ハンドリング鼻管の 7.5 ミリとで、坂張りは川内高さの4号、メガネタイプを使用してます。そして、針ですね、まあ、今日は針は大鮎の10号の、3本いかりと、こんな感じでとりあえずね、やっていきたいと思います。さあ、この背型でまずですね、まあ、元気なおとりを取って下の背やっていきたいと思います。スタートですね、これ養殖おとり、それに今3号の、重りかましてね、引いてますけどね、非常にこうスムーズについてきますね。今回のですね、このエア MT シリーズ、まず大きく変わったところは、今までですね、メガトルクとかで搭載して好評でした V ジョイントアルファ、これをね、搭載することによって竿のね、全体的なその曲がりがさらにアップしてワンピースのような状態になっています。でさらにですね、コミの部分がね、今までよりもかなり、短くできますから、その分やはりですね、軽さが出ます。やはりコミが長いとその分だけね、竿のね、自重、表示自重よりもやっぱりどうしても重くなってしまったりしますけども、そのコミの部分がね、短くなってる分だけはこの持ち重り感、それがね、非常に軽減されてます。まあ、これ XH でね、自重かなりある竿なんですけども、それでもね、本当にこう軽く操作できますんでね、その点は今までのものよりもかなり扱いやすいと思います。でさらにやはりね、軽く感じるってことは感度もね、上がりますんでね、その点でもその感度を利用してノアイがね、いるかいないか探りながら、早めのね、判断できるようになりますんでね、その分超過はね、上がるようになると思います。よし、来たー、よし、よし、
サイズがわからないな。よいしょ。一匹目は値段でね、ちょっと寄せで取ります。よし。え、まあのサイズですね。とりあえず一匹目。そうですね。今、ちょっとね、養殖おとりの状態悪かったんで、まあ天然に変えて入れたらばすぐね反応あって、で当たってからね結構上流飛んだんでね、まあ最初ちょっと大きいかなと思いましたけどね、まあサイズ的にはまあまあで、まあ XH だったらね十分、まあ、本来抜けるような、無理すればね、抜けるようなサイズ、サイズだと思うんですけども、まあ、とりあえず1匹目なんでね、まあ慎重に取りました。よーし、いた。あらで、しっかりね最初の走りこう止めてもらう。さあさあ、よしよし。最初のね、かかってからすぐね竿を立てる方多いと思うんですけどね、最近自分の場合はね、今やったように上竿、ベタな状態でね上竿で、最初の走りね止めるようにします。そうすることによってね竿がしっかり曲がり込んでね、魚の走り止めることができるんですよね。どうしてもね竿を立ててしまうと、やはり釣り人がねかなりこう抵抗を大きく感じてね、のせり気味になります。特に最初のね、一番最初のその魚がかかって走る時っていうのはね、やっぱ速度速いですから、そこを竿で ね曲げてしっかり止めればね十分止まりますんでね。よしよし、こんなに、真っ黄色の言い合いかかりましたね。おらした、一発や。よし、くーくー、よし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 。魚は竿がね綺麗に曲がってくれますからね、止まりますねこれね。よいしょ、うっしゃー、そんな大きくない、まあ大きくないってもね、やっぱり26ぐらいちょっとあります。はい、まあ、あとはですね、おとり入れるときにはなるべく手前の緩い流れからおとり入れてもらえばね、そこに入りやすいです。流れの速いところにねボーンって投げて入れようと思ってもね、今度なかなか、水面のね速い流れ、おとりを沈ませることができませんからね、なるべくだったら手前の緩い流れでおとりを一回そこに、はわして、そこからね、川底のねこの緩い流れですよね、川底、必ず流れ緩いですから、そこをうまくこうはわせるように、そういう点がですね、やはりこの MT 調子、同調子ですから、おとりが滑らかにこう横にずーっと行ってくれます。まあ、活性が良ければね、このスッてこう横に出た瞬間にねボーンってかかってくれますんでね、まあ、自分の場合それをね意識的にやって、チョーク上げてますから、そういう使い方ねやってもらうと、例えば、まあ、クーズ流川、あと陣痛川、中川、特にね中川の下流部なんか、小石床のところっていうのはそういう動きしやすいんでね、こういったね、小石床の、河川ですね、そういう、操作してもらえばチョーク上がると思います。よーし、かかった。よし、ううくくっ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 、いや今のはすごかったな。意外と元気よかったですねこの魚。はい、まあの量ですね。はいはい、それではですね、今回はですね、AIMT の大鮎9号ですね、 9.5m、 このね長さとあとパワーをね、利用しまして、少しね大場所、まあトロットから頭が強い背、この、ね、大場所中心に、狙っていきたいと思います。9号ですとね、やはり、50センチ長い分だけはさらにね奥させますので、午前中ね結構お客さん入ってましたけどね、その竿抜けポイントですね、対岸の竿抜けポイントを中心にこの9号を使ってやってみたいと思います。
当たりが小さいな。かかってるんや。コツコツしか来なかった。よいしょ。はい、きれいに竿を曲がってね。よいしょ、食べられます。まあ、ここまで来たんでね、寄せちゃいます。はい、よいしょ、よいしょ。はい、まあ、そんな大きくないですけどね。まあ、とりあえずおとり確保で。はい、しなかったか。んよし、やっぱりいた。ほら、よいしょ、よし、よいしょ。やっぱいましたね、ハノ出の子で。これはね、そんな大きくないから抜いちゃいますか。よいしょ、よいしょ。そんな大きくないけどね。でもやはりね、あの見てもらうと分かるように、こうかかってから上竿でね、こう溜めてもらうと魚下流に走んないですからね。で、特にこの今回の AIMT シリーズ、しっかりとね、あの V ジョイントアルファになって、こう曲がり、きれいに曲がりますからね。その点は溜めやすいと思います。よし、うん、うわ、ちょっとこれえげつねえぞ。うっ、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、なんかちっちゃかったね、思ったよりは。よっしゃー、これはえげつないわ。よいしょ、しゃっ、よいしょ、抜いちゃえ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、こんなん出ました。はい、了解。よし、来た。そんな大きくないんだな。よし、よし、よし。これもこんな大きくないですね。しっかり溜めてもらって、竿はね、なるべく手前にこう引き込むように。そうすればね、しっかり竿を立ちますんで、あとは、よし、よし、来たー。これはいいね、つないわ。これは無理か。橋の下にゴミがあるな、あれな。やばいな。はい、はい、了解。ね、こんな橋のね、上でなかなか止めないところですけどね、なんとか取れました。すごいパワーです。はい、今日一日ですね、この大藍の聖地球磨川で、この銀英 AIMT を使いましてね、釣りをやりました。で、今回のですね、この AIMT シリーズですね、V ジョイントアルファを搭載したことによって、本当にね、こうスムーズに竿が曲がってくれます。そして、曲がることによって、大きい藍がかかった時でもその溜め性能がある。本来ですね、あまりその自分の場合大藍釣りというのはこう経験したことない、ですけども、それでもこのね、球磨川の大藍とね、十分渡り合えるパワーポテンシャルを持ってますんでね、エアーシリーズを使っていただいて、この球磨川、あとは全国的にもね、九頭竜とか、米代川、神通川、吉野川、そういったところで、このね、大藍と渡り合っていただければいいと思います。
特にですね、まあ、今日使いましたこの AIMT の9000XH の90、そして OI、 これはですね、例えば OI の子の場合にやはり立ち込めない、大きな河川でね、威力を発揮します。そして MT の XH、 これはですね、本当にこう急流のところでね、バンバンこう抜きたい人、そんな、釣りはねできますんで、ぜひよろしくお願いいたします。結構ね、数は出てました。大きいのはね、ちょっと残念ながら今回出ないかな。数はね、思ったより、はい、よし、はい、こんな感じです。いや、面白かった。一番の今日のオモルです。橋のすぐ上でかかってね、抜けた魚29ありました。お前の9号すごいですね。ぜひ使ってください。